これが私のご奉仕だ。お前に巫女らしさを定義されるいわれはない。ご奉仕に従事できぬというなら出て行ってもらうぞ。お前が知ったところで全くの無駄だと思うが。口だけは達者だな。まず第一に、ミヤアイは農耕で栄えた村だ。坂部神社に祀られている神は農耕の神だ。これはわかるな。第二に、こちらがより重要なのだが、神事というものは汚れを嫌う。神に捧げる供物には虫食いや農薬もご法度だ。れっきとした巫女の仕事だ。納得したか？そうか。ではそこで黙って見ていろ。見て学べ。確かに農作業は経験則だが、闇雲に土をいじっても初めは荒らしてしまうだけだ。だが経験がある者の作業を見ることによって最初のイメージができる。あとはそのイメージを頼りに経験を積めばよい。では見ていろ。では、今日のところはこれで終了だ。お疲れ様。昨日はなつきちゃんとお出かけしたんですって？そう、昔の家を。子供の頃の思い出が詰まった場所ね。ちゃんならさっき部屋へ戻って行ったけど、今日も一緒にどこかへ？琥珀ちゃんはうちの人を呼んでたから一緒だと思うけど。ほら、声が聞こえる。またお稽古ね。教えるというほどではないのだけれど、琥珀ちゃんは認めてほしくて頑張ってるわね。
茜は久奈と一緒にどこかへ出かけたみたい。茜ちゃんもお店があるから。気晴らしになるといいわね。そうね、楽しんでらっしゃい。お夕飯までにはちゃんと帰ってきてね。覗こうとするかなとか思ったんだもん。変態さんだし。でも琥珀ちゃんのことは覗いたくせに。ガーン。
涼しいよ。ならいいじゃないよ。もやしには何か取り柄あんの？いらなーい。この見合いにそんなもん全然必要ない。やだ、変なとこで悲観しないでよ。いいじゃない、何もなくたって。ふっふっふ、元木の取り柄は素直ってとこかな。そうそう、昔っからすぐ泣いたり怒ったり。そうやってすぐ引っかかる。引っ越さなくっちゃいけないの？そんなつもりないよ。それに今すっごく楽しいし。また気が入るもん。何それ、そんな話聞きたくない。
噂の逃亡犯だよ。さらわれるぞ、逃げろ。元木の噂で持ちきりだよ、最近は。気に食わなかった？せっかく私が広めたのにな。どうせハルちゃんに全部任せて逃げたりしたんでしょう。そっか、ごめん。知らない知らない。入ってもいいよ。私も勝手に先に帰っちゃってごめんね。まあいいよ。で、何買ってきたの？
んね。食べていい？やっぱり桜大根からなんだ。そんなに好きなんだ。わかるよ。だっていつも一緒に春ばあちゃんのとこ行ってたじゃない。らしいね。そりゃもちろん、あの時のことなんて昨日のように思い出せるからね。これでまたかしっこね。なつきちゃん、女の子なんだからもっとお行儀よくなさい。ほらほら、ヒサナ。あ、ちょっと頼まれてほしいんだけど。
寂しいと死んでしまうんですよ。ありがとうございます。ぬるいな。しいたけじゃなくて琥珀ちゃんに虐げられてるよね。今日もごちそうさまでした。はい、お粗末さまでした。毎度練習です。今夜は私の番なのです。ええ、もう一通りは教え終わっていて、あとはどれだけ完成度を高めていくかね。大丈夫、女の子は変わるんですよ。お風呂は今日も最初でいいかしら。早めで申し訳ないのだけれど。お湯はもう沸かしておきましたから、お風呂場の方へどうぞ。ええ、湯冷めしないように気をつけて。そうです。す。スパ。秘密の特訓。です。
決めてきます。スパゲッティ食べたいです。スパッツ履いてもいいですか？何をしている？20秒ほど前だ。廊下の真ん中で間抜け面を晒して妄想にふけるなど、気色悪いにも程がある。ほう、熱心なことだな。覗きという名の仕事か。答えられぬということは図星か。言葉を適当にもてあそぶな。仕事を探していると言ったな。いいだろう。ならば私が仕事を作ってあげるよ。こら！いいからこっちこっち。